とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。やっと、アップデート終わりました。結構長かったね。どんな風に変わってるのか、見ていきましょうか。チェストがね、追加されたっていうことだから、ちょっとなんだ。夜の世界みたいになってますね。どんな感じの追加が発生してるのか。装備なんかがね、変わってればすごく嬉しいの。お、夜じゃん。夜だ。夜になってる。へえ。もうこれずっと夜っていうことなのかな。あった。収納チェスト。チェストは俺なんかね、この家の中にあるのかなと思ったら、ここにありますね。どんな感じ？何個入れることができるんだい？は？え？え？ちょっと待って。出せるね。え？何個ぐらい入れるの？結構いける、結構いける。うん。これだけなのかなと思ったら、全然いっぱい入れれそうですね。よし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 。これで大切なものは中に入れとけるようになりましたね。でも夜か、ちょっとなんか見えにくいな。で、商人なんかは変わらずだね。うんうん。商人、鍛冶屋は、まあ今のところ特に変わりはないっぽいですね。アドベンチャーハブ。これだ。おお、変わった。新しく、また1からスタートなってるね。シーズン2。あ、シーズン1も一応表示はされてんだ。うん、シーズン1もまだできるような感じですね。よし、シーズン2も、やっていきましょう。ウーパールーパーとかいる。いた！ミニモンスター。はいはいはい。あのモンスターみたいなのが、ちょっと今回の目玉だよね。おー、マントも新しくあります。50ぐらいのやつ何なんだろうね。最終的にもらえるのは。ウーパールーパー。そして、レッドストーンのモンスターね。アメジストのマント。アメジストか。はい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 。かっこいい。ポータルの登場とか、かっこいいね。はいはい、いいんじゃないですか。モグラ。へぇー。で、50は言ったら、ミニモンスターあるね。50は？50で発光する小さな魔物と発光するマント。おぉ、光るっていうのはなかなかいいよね。なかなかいいんじゃないですか？あとは、この中とかそういうのは変わってないのかな？別に、この中身とかは、変わってはなさそうです。この奥に何かができてるとか、そういうのは、ないね。別に何かが追加されてるっていうことは、なさそうです。宝箱が出てくるっていうのもないよね。もうないわ。はい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 。タワーの方はどういう風になってるんでしょうか。タワーの方は、なんか、ペンキが、ついてるね。なんかなんかな、これ。はいはい。まあまあ、タワーはまだ行かないでおきましょう。下のところは、あれ？入れない？違う。もう一個。もう一個下か。ここは、まだあるね。別に何も増えてはなさそうですね。特別なんかこっから行けるっていうわけでも、なさそうだ。変わりはないっすね。今日投稿した靴ダイナモは、大丈夫です。これはまだ修正されてませんので、使うことができるね。どんどん使っていけますね。
釣り竿はどうでしょうか。あ、大丈夫ね。釣り竿も、1300マット出てるか。ダイナモで出るね。オッケーオッケー。釣り竿の連打も、未だ健在みたいです。大丈夫だよな。うん、釣り竿の連打もまだありますね。できる。あと気になるのはバブルダメージだね。バブルダメージは、あ、健在です。うん、全然ワンパンで倒していくことができてます。うん、これが大丈夫だったら俺は一安心だな。あとスポンジストライカーのワンパンができるか、それもちょっと試してみましょうかね。これも試してなかったね。無限ダイナモ、雷の無限ダイナモね。これもどうだ。あ、大丈夫です。雷の矢筒の無限ダイナモもまだ修正はされてないっぽいですね。うん、 OK。 まだ全然使っていけます。じゃあ、あとはスポンジストライカー、これも別に裏技とかじゃなくてこれ仕様だよね。うん、ワンパンで倒せるでしょう。あれ、うん、え、ちょっと待て待て待て、え、ちょっと待って、これスポンジストライカーが修正されてる。マジか。スポンジストライカーがワンパンできないようになっちゃってますね。うわ、これマジか。いや、これはね、ワンパンできなくなったのはきついって思う人いるんじゃないかな。うん、あー、ちょっとワンワンパンの方法が一個なくなったんで、ちょっと、まあまあ、でも大丈夫だよね。今までが結構強い敵を簡単に、おお、なんか出た。うん、強い敵簡単に倒せすぎててちょっとダメだったと思うんで、うん、まあまあ、ちょっと仕方ないところがあったのかな。あ、あと幸運を調べるの忘れてたな。これで補充して、ユニークじゃないユニークが出れば、幸運は修正されてないっていうことだよね。ん？あ、いや、普通に、ユニークのやつしか出ませんね。うん。普通のノーマルがユニークになってるっていうのは、今のところない。うん、うん、幸運はね、修正されたと思います。おそらく、おそらく修正されてるね。うん、うん、幸運は修正が来てると思います。はい、ということで今日はね、いくつか検証をしてみましたけども、修正されたやつが2つあります。それを見つけましたね。幸運は、どうも、修正されてるっぽいです。そして、残念ながら、スポンジストライカー。あれも、修正されて、ワンパンできなくなってます。ちょっとね、あれ、よく使ってた人には、ちょっとショックかもしれないけども、もうワンパンせずに、頑張って倒していきましょうということなんだね。はい、まあまあ、とりあえずやっていきながら他のね、修正点、また、不具合なんかね、探していきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。